クゲコミカルテクニカル差しすせそそく差し伸び足立ちすせ飛ばした今夜の挑戦状。今夜ミスター金有の所有する竜の宝玉をいただきに参上する怪盗ジョーカー。だってよ。泥棒？逃がさんぞ、ジョーカー！予告通り、黄金の像はもらっていくよ、鬼山警部。させるか、皆の者、かかれ！手も足も出まいじょうか。さあ、黄金の像を返せ。おい、あパパ逆さに読んだらバカ貴様も。はい、こっちに注目。え、なんだろうのじゃーん。うん、本物の像はここさ。ストレートフラッシュ。ジョーカーが消えた。待て、鬼山警部もいないぞ。警部まで消えている。バカも警部、なぜそんなボロボロに。ジョーカーの仕業か。そう、大胆不敵、神出鬼没、謎に包まれた恐るべきやつです。ミスター金有、この予告状が警察に届いたのです。今夜ミスター金有の所有する竜の宝玉をいただきに参上する怪盗ジョーカー。竜の宝玉を。金有様。あ、お客様、失礼しました。秘書の金子様す。金有様、先ほ
どこれが届いたんです。同じ予告状ざますね。ですがご安心ください、うん、この鬼山ドクサブローが来たからには必ずやジョーカー目を引き捕らえて。えい、この野郎、こいつめ、必要ないざます。え、私も誰だと思ってるざます。セレブでイケメンの超金あるミスター金あり、その通りざます。見せてあげるざます。おお、これは。この通り、我が屋敷は有り余るお金で雇いに雇ったガードマンたちがわんさか見張っているざます。あいつらあっち向いてこいとかやってるざます。後で呼び出しざます。あれが竜の宝玉ですな。そうざます。あの展示室にはこれまたお金をつぎ込んで恐ろしいセキュリティシステムを仕掛けているざます。だから警察の協力なんていらないざます。ですが、奴の手を吸い尽くした我々に。超安月給でアクセクしてる貧乏警察の出番なんてないざます。さっか猫、警部さんたちをお見送りするざます。はい、へっき悔しい。安月給だぞ。でも本当のことじゃん。皆様、ん、我が社が出しておりますミスタークッキーでございます。お土産にくれてやるざますと金有様が。もう、お前にはプライドがないのか。ちよこれいた、じゃんけんぽん、パイナツブル、じゃんけんぽん、ちよこ。こっち向いて、はい、じゃんけん。うわー、なんだっけ、助けて。ほんとこの部屋は穴だらけだな。あっち向いて、はい。展示室が。やべえ、いつからだ。お前何やってんの。助けて、落ちる。もしかしてお前もあれ狙ってるわけ。落ちません、死ぬっす。こんなベタな罠にかかるとかさ、ちょっとどうかと思うよ。なんつうかさ、初歩の初歩っていうかさ、あって当たり前、ベタすぎてギャグ。いや、あんなことぐらいでおとなしく引き下がってたまるか。いいか、屋敷の警報が鳴ったらすぐ飛び込んで奴らより先にジョーカーを踏んば。おい、人の話聞けよ。なにこれ、まずそう。この竜の宝玉は元はオイラの里にあった大切な宝なんす。だからオイラこれを取り戻しに。邪魔。話を聞くくらいの優しさはないんすか。あるか、そんなもん。オイラ新人泥棒のハチって言います。語り出すなよ。あの竜の宝玉は幸運を呼ぶ力があると言われているっす。でもある日、里に迷い込んだミスター金有がみんなを騙して持って行ったっす。それ以来、里はどんどん貧しくなって、みんなも元気がなくなって。鼻水がつく。だからオイラが持ち帰って元気な里を取り戻したいんす。いやー、だからって泥棒は良くないだろ。ジョーカーさんだって泥棒しに来てるじゃないですか。俺は泥棒じゃない、怪盗なんだ。どこが違うんですか。大違いさ。怪盗は黙って取ったりしない、ちゃんと予告状を出す。つまりこれは持ち主と俺との真剣勝負なんだ。なんかすごい理屈で納得させられそうっす。こいつには爆弾が仕掛けられている。金あり以外の人間がこのケースを開ければドカーンだな。ジョーカー。あ、ピンコク、おい、おい、うん、やろ。
そうか。新人。はい。それやる。え、いいんすか。脱出するときにケースから盗んだのお前だろ。でもそれはジョーカーさんが目で合図を。すげえ。しかもカレーまで。俺の一番の好物。僕の弟子にならないかい。代わりに早っ。こんなうまいもん作れるなんて、ある意味クサケ。お前も十分ミラクルメーカーの素質があるぜ。カレーが。どうだ、ついてこれるか。ハチ。はい、ジョーカーさん。輝く夜へようこそ。という100年金庫の中にある超レアな絵画、ナポレオンの思い出。ちょっと待て、このビューティフォーな芸術探偵ビリジアンがいる限り盗むのは不可能ですよ。ふん、不可能を可能にするのが怪盗なんだぜ。予告状、怪盗ジョーカー第2話、パリと100年金庫、輝く夜へようこそ。